山越の YouTube ユーザーの皆さん、こもっぴです。今日はですね、私、プロセカのワールドリンクイベント、ビビットバットスクワット、ガチャ動画だったり、まあ、編成の動画だったり、上げてると思いますが、イベランしてました。はい。で、結果、X だったり、コミュニティで投稿したんですが、こちらですね、50位でした。3日間。72時間。今回の動画では、この72時間で僕がどんな動きをしたのかっていうのを、全部、一応叩きながらメモ取ったんで、紹介していく動画になります。この動画、少しでも参考になればぜひ、高評価、チャンネル登録お待ちしております。おすすめからね、ワールドリンクイベント、ちょっと叩こうと思ってるんだよね、といった感じで来てくださった方も、登録待ってます。はい、まず僕、この72時間で獲得したイベントポイントですね。それが、1億1,624,276 ポイントといった感じで、まあ、僕今まで最後にイベントを走ったのは、トーヤくんのキャンプのイベント、切れたぞ白石ってあれが9,300万ポイントとかで49位っていうのが前回のイベラン。まあ、その他にもストレイだったり、アキトくんの夏祭りのイベントだったり、あとはちらほらと100位以内は取ったことあるんですが、1億ポイントっていうのは経験したことなくて、今回、3日間でね、1億ポイントを超えたと。あんなに何回もイベランして、1億ポイント突破してないのに3日間で超えてしまったと。まあ、その辺はプロセカのインフレとかもありますが、喋っていこうかなと思います。まず皆さんが気になってる編成の話ですね。これサブチャンで紹介したんですが、2種類僕は、編成を組んでて、カッコつけると二刀流ほぼキリトくんみたいなね、イベント叩かせていただきました。まず1つ目の編成が、ピックアップ4名、そしてレンくん含めた、イベントボーナスは 670% の編成で、今これトーヤくんチャプターなんで 630% になってるんですが、これでリーダーをアンちゃんにして叩いてましたね。アンちゃんが僕のこの編成で一番スキルが強いんでっていう感じで、二つ目の編成っていうのが、アキトくんのフェスゲンを入れた編成。今回のピックアップのアキトくんとフェスゲンのアキトくん、タイプが一緒だったんで、まあ、そこ変えるだけで、イベントパーセンテージは下がるけど、スキルは上がると。まあ、これによって、追放の条件を満たしやすくなって、追放でよく叩ける。というか、こっちの編成が僕はほとんど、この72時間中は、こっちで挑んでましたね。で、イベントポイントは、ほぼ差がなかったです。まあ、1000ポイントぐらいの差。まあ、だったんで、そんな支障ないかなと思って、まあ、追放入れるんだったら、って感じでした。じゃあまず、今回の72時間で僕が使ったお金の話しますか。うん。お金の話。まずガチャ動画見てくださったと思うんですが、僕がガチャで使った金額は65,000円ですね。はい。220連とかだったんで。で、イベランの方で使った金額が 10.5万円。はい。だったんで、まあ合計で、この3日間で僕は17万円ですね。これが止まりました。しっかり止まりました。で、まあ、ここのお金どうやって抑えるんだって話になるんですが、それは、まあ、ガチャでいい引きするか、スタミナ消費を10より下にするかっていう話になるんですが、それがね、できないんですよ。うん、僕はこの72時間、ずーっと、スタミナ消費10で叩いてて、ちょっと余裕ができたら、スタミナ消費7とか5とかに変えていこうかなと思うんですが、余裕ができませんでしたね。最終着地50位とかだったんですが、初日とか僕、最高で19位とかにいたんですが、その19位とかも1時間プロセカを叩かなかったら100位漏れるレベルで、カツカツな、ほぼ差がない初日の戦いでした。だからほとんどの方は10滝で3日間分回さなきゃいけないのかなといったチャプターでしたね。じゃあ、スケジュールの方を発表していこうかなと思います。20時から。始まって、初日ですね。僕はまず、朝の9時まで、周回しました。これはスタートダッシュはちょっと手伝ってくださった方いたんですが、深夜ぐらいからはツイッターの募集、追募で、叩いて朝9時ぐらいまで。で、なんで朝9時まで叩いたかというと、4時ぐらいまで叩いた段階で、ポイントの差が200万ポイントとかで、200万って1時間でまくられちゃうんですよ。うん。だったんで、まだ叩かなきゃと思って。で、イベントポイント100位との差が500万ポイントぐらいついたのが朝9時。まあ、この時間は、なんて言うんだろう、4時から朝の7時ぐらいまでは、やっぱみんな寝る時間だったんで、そこをどんだけ叩けるかだと僕は思ってて叩かせていただきました。で、朝の9時から15時まで6時間オートライブ99回しました。これ6時間初音天地開幕神話だったらそのくらいかかるんで、その時間を僕は睡眠、あとは動画投稿、確か、この3日間したと思うんですけど、まあその撮影だったり編集だったりでしたね。で、15時からコンビニとか行きましたね。で、そこで食べるもんめっちゃ買った。って言ってもカロリーメイトとウィーダインゼリー。とあとコーヒー。で、16時から。こう2日目ですね。こう16時から次いつまで叩いたかというと、朝の9時ですね。うん。ここが、17時間、一人ぼえんびを一生やってました。で、また9時から15時までオートライブ。で、睡眠。あとプラス動画。まあ、昨日と一緒ですね。で、ちょっと動画の編集が長くなってしまって、ここもまた16時から、集会が僕は始めました。で、朝の4時まで集会して、もうここ最終日になってます。そこから10時まで、朝の10時まで6時間オートライブ。で、ここは寝ました。完全に。完全に寝た。で、10時にイベントポイント見たら、まあ、50位ぐらいに、その時にはもういて、まあ、最後100位漏れない
順位になるために、そこから4時間くらい叩きました。だから10時から14時まで叩いて、でまたちょっと休憩っていうか、まあ動画の準備とか配信の準備ですね。で最後18時から20時まで配信で2時間叩いて、僕がプロセカをこの72時間中叩いた時間は48時間でした。まあ、プラスオートライブで18時間あったんで、まあ、完全にプロセカを触ってない、プロセカが稼働してなかった時間はこの3日間で6時間で50位という結果になっています。ちなみに僕は1回のプロセカのライブで8万ポイントから8万5000ポイント。これはもう周りの強さとかにも関わるんですが、まあ、8万ポイントだと計算して、まあ、1時間で約1人分では30回ぐらい叩けるんで、240万ポイント。漏れる。で、まあ、4時間やれば1000万ポイント漏れるっていう計算で叩いてましたね。まず目先の1億ポイント目指して、どんどん叩いて、まあ、1億超えてからは最後、ランキングにらめっこしながらどのくらい叩けばいいんだろうと。まあ、結論言ったら100位さえ漏れなければ称号もらえるんで、まあ、そこ一番気にしながら叩かせていただきました。あとはですね、この72時間で僕は何をしたのかと、エビを叩きながらですね、まあ、正直エビ叩きながら他の作業はできるんで、僕はアニメだったり、あと曲を聴きながら、ヒトリンボエンビ叩いてました。ちなみに僕はこの48時間、ヒトリンボエビ一回も聞いてません。ずっと無音ずっとプロセカの音量はゼロにして48時間無音で過ごしてましたが、まあ、その時背景の BGM で流してたのが、まずプロセカ公式 YouTube チャンネルにある書き下ろし再生リスト90曲全部聞きましたね。あと 2DMV 136曲これも全部聞きました。まあ、でも時間は全然あったんで、さらにご中佐アニメですね。見ました。アマプラにあったんで。2期まで見ました。だから24話見ました。で、ご中佐を見るときは、その朝に見てたんで、僕朝9時まで周回してたと思うんですけど、6時から9時、この3時間をね、ご中佐見る時間にしてて、初日は割と修行でしたね。ご中佐見ながらエビ叩くっていう、もう内容全く入ってこないみたいな状態だったんですが。まあ、ただ、2期ぐらいから超面白くなって、ご中佐が。一人ぼえびの1ノーツ目、2ノーツ目逃すぐらいな。あ、やべえ、逃しちゃったみたいな感じで、もうご中佐に見てたりはしてました。で、今3期をね、D アニメストアで見れるということが発覚したんで、今3期普通に見てます。面白いです。現在イベランの話かと思いきや、ご中佐の宣伝になってます。僕はチアちゃんって子が一番可愛いのかなと、勝手に思ってます。それくらいですね。あとなんか、他に気になる質問したいことも多分全部言ったと思うんですけど、なんかあればコメント欄で書いてください。サブチャンで取り上げんのかなと思うんで、よろしくお願いします。そんな感じで、まあ、少しでも参考になればいいのかなと。今、トーウェアのチャプターが月曜まであるのかな。で、アンちゃん、コハネちゃんのチャプター。さらに3月には、ワンダショー、モアマージャンプ、レオニー、バチャシンと、チャプターイベントあるんで、参考になればいいのかなと思います。割と僕はこの3日間、なんか楽しく過ごせましたね。肩と腕とお尻がありえないくらい痛くはなりましたけど。やっぱ十何時間ずっと椅子に座ってるみたいな感じだったんで。ああ、体勢。あの、イベント叩いてる時の体勢は、あの、サブチャンで上げた500コンボ目から、エビ、目つむってもできるんじゃねみたいな検証動画と同じあの姿勢です。僕はあの姿勢でずっとやってました。ぐらいかな。はい。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録待ってます。最後までご視聴ありがとうございました。